SP 忠雄からパワーボックスパイプに SR400 用が発売になりました。パワーボックスパイプですね、ご存知の方もいると思うんですが、従来セロー、CRF250、レブル、それからダブル R ですね、このあたりのフロントパイプだけを変えることによって街中の乗用機において気持ちいいトルク特性が出るというように作られたパイプになります。で、この SR400 用のパワーボックス、特徴が一つありまして、他のパワーボックスのようにこういった、膨張室のですね、ボックスがありません。なぜかと言いますと、このパイプステンレスで二重管構造になっていて、この二重管の中にサブチャンバー、膨張室があるような機能になっていて、一本のパイプなんだけども中にちゃんとパワーボックスが入っています。オールステンレスですので、従来ですと焼けがどんどん出てしまいますが、二重管構造になっていますので、ノーマルの液パイと同じように、ひどい焼けが出たりしにくいということで、使っていくうちに淡く黄金色になる、うっすら金色になるというレベルで非常に質感も、整えられるというパワーボックスになっています。で、ノーマルの、サイレンサーを使いますので、逆に言えば車外のスリップオンのサイレンサーなんかもこのパワーボックスのフロントパイプと組み合わせることによって、活用は、自由自在になっています。それでは早速取り付けてみましょう。使う工具ですが、12ミリのボックス、6ミリのヘックス、6ミリのヘックスはまあこういった L 字のものも使うと便利です。からトルクレンチとラチェットハンドル、あと17も、サイレンサーの脱着で使います。あと12ミリの、メガネレンチ、コンビレンチ、それから、オーツセンサー用ですと、22ミリのスパナが必要になります。はい、サイレンサーが外れました。オーツセンサーのコネクターは、このタンクのすぐ裏にあるので取れますが、取りにくい場合はシートタンクを取り外してコネクターを外してください。はい、オーツセンサー取り外しました。はい、ノーマルのパイプが取れました。はい、今度は取り付けです。下のマウントのブッシュは純正を流用します。はい、仮締めの状態でサイレンサーをつけます。はい、サイレンサーがついたら今度フロントパイプを前から本締めしていきます。まずは一番大事な、エキゾーストのフランジ部ですね。はい、フロントパイプの、下のステーと、それから、サイレンサーバンドを本締めします。はい、O2 センサーを本締めします。完成。はい、というわけで SR400、パワーボックスパイプをつけた、バージョンですね、乗ってきました。フィーリングとしてはですね、まず音なんですけれども、音はサイレンサーがノーマルを使っているのでほぼ変わらないです。ただトルクフィールですね、高いギアで2000回転3000回転ぐらいで走ってて、そこからちょっと開けた時の音のフィールとか前に出る感じが、少し豊かになった感じがします。まあ、トルクフィールも上がっているところと、それから、まあ、質感ですね。ノーマルの、無機質なスチールの二重管も美しいんですけども、このステンレスの二重管ということで、まあ、使用とともにわずかに、金色になっていくという部分を楽しんでいただけるかと思います。サイレンサーは今ノーマルですけれども、社外品のスリップオンのサイレンサーに変えることによって、また見た目や音質を変化させることができますし、その時にフロントパイプをやはりこのパワーボックス、トルクアップしたパワーボックスを使っていくことによって、また新たな SR ライフを楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。